はい、どうも、こんにちは。今回また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていきたいと思います。前回は、とりあえず、あいつ、ハリーが捕まって、ハリーを捕まえて、その後、ハリーに、グリーン・メイスの情報を聞こうとしたんだけど、アーサーもシャーロットも失敗したって後だよ。すまない失敗したって、情けない二人がね。仕方ありません。うん。ハリーとの交渉については粘り強く進めていくとしましょう。まあまあそうだよな。それからもう一度死刑のみんなを説得してみようと思います。全然伝わらなかったもんな、前もしかし回。たら私たちの動きに賛同してくれる人がいるかもしれません。いや、甘いんだよ。もしかしたらとか言ってる時点で甘いんだよね。させますと、賛同させますと言ってくれないと。わかった。じゃあ僕は聞き込みをかけてみる。判明しているグリーンメイスン関係者に接触してみよう。気をつけろよ。結果として2人の努力は実らなかった。終わったー。 ゲームオーバーみたいなやつ終わり方すんな、これ。シャーロットの説得に耳を傾ける者はいなかった。上層部の命令に逆らえないとする者、内通者の存在を疑う者。グリーンメイスに関する捜査を中止せよという命令は覆らず、存在も定かではない内通者を見極める術もなかった。アーサーも地道に聞き込みをかけていくが、得られた情報は少なく、グリーンメイスの捜査は早くも行き詰まってしまった。これゲームオーバーじゃないよね。大丈夫かな。 なんかもうこの感じ、このゲームのゲームオーバーの、あれじゃない？なんていうの、型にはまってない？ほら、これ俺選択ミスったっけな、どっか。二人はハリーとも粘り強く交渉を続けたが、彼は話すことはないの一点張りで考えを改めることはなかった。そして長い長い時が過ぎた。あれ？選択あったっけ？どうした？アーサーが晩年書き残した日記を部屋を片付けようとしたゴッドスピードの黒服の男が発見した。もう晩年って。これさ、バッドエンドとかじゃなくて、これゲームオーバーじゃないの？この感じ。発見したというより、部屋を片付けていたとき、偶然落下してページが開き、たまたま男の目に留まったという程度のものであった。で、晩年のアーサーってもう世代変わってるじゃん。 黒服もあれじゃん、もう。結局、ほ僕はグリーンメイら、スンを壊滅させるゲーどムオころーバか、ーか。戦う舞台に立つことすらできていなかったのだ。でもな、あったっけ、選択。グリーンメイスンは未だに秘密結社のまま、暗躍していることはつかめるが、止めようがない。ハリーを裁きを加えるって言って捕まえた後、選択なかったよな。世間に公表しても、ざれ言扱いされて終わってしまう。完全に僕たちの敗北だ。じゃあ、あれなのかな、やっぱ殺人探偵というからにはさ、やっぱハリーを殺さないとエンディングにたどり着けなくなってんのかな。もしこの日記を誰かが読むことがあれば、グリーンメイスンのことを世間に公表してもらえないか。今の僕にはもうその気力もない。仮にこれがハリーを捕まえるっていう選択肢の結果生まれたゲームオーバーだとしたら、さすがにやり直す。 別にやり直したくはないんだけど、さすがにね、さすがにやり直すよ。しかし、黒服の男は他人の日記をむやみに覗き見する趣味はないとして、内容を口外することなく処分した。アーサーの人生が、わあ、もうバッドエンドじゃん。もう、選択あったか。おい、来るぞ。おい。ほら、もう、見たくないって、見たくないって言ったやん、この前。うざいから。フィクションで。うざいからさ、見たくないっつっボーたじナゃん。はい、ス知ってるさ。わかったわかったわかった。今回正解、どこ減点、どこ。即アウトの選択肢からあ適切なものを選んでいく。あー、なるほど。即アウトを1回か、減点対象を2回選んでしまうと、このエンドに送り込まれるというわけだにゃん。どこ、何よこの選択肢の雨は。ちょっ選と択間肢違えあったらた？アウトだなんて難しすぎない？選択肢あった？ ごめん、前回撮ったのが結構前だから覚えてないんだけど、選択肢あった？いいんだよこれくらいで。このルートにニャンジャクものは必要ないし、じゃあやんねえそぞ、れまにあ、こおい。こ
最終章だしにゃん。あ、じゃあやんないぞお前このゲーム。分かってんのか、調子乗んなよローリー。お前最後の戦いで敵が弱いというのも張り合いがにゃい。選択肢というのはこのゲームはテキスト選択式のアド。どこが選択肢なの？この辺りってまあね、うん、選択肢によって即アウトだったり1回目はセーフだったりするにゃん。あーなるほどね。だからまあ変にゃ選択肢を選んでしまっても1回くらいならにゃんとかにゃるから。にゃんにゃうるせえなてめえ。おいハリーとのやりとりで選択肢が出てもいないのに、ここに来た人もいるのではありませんかわ。よく言ったシャーロット。シャーロットは分かってるな。ローリーはなんか軟弱者とかこのルートに来るような軟弱者にはゲームのクリア見せられないっつって、お前敵、まあ、喧嘩売ってんのか、まあ、やんないぞお前、普通にここでやめるぞ正直正直やめれるぞ。別にそこまで好きじゃないし。ああそういう人はだな、うん、ここまでのにゃがれをよく思い出して、何やましいことがにゃいか考えてみるんだにゃ。何ないよ別に。あ、まあこういうゲームなんだなっつってやってきたよ。ハリーも言ってたから結構ヒントは出てるよね。さすがに答えは言わないよ。残念だけどこれゲームなのよね。は？というわけで、シーユッシーユッ。は？もうどこに戻るのでも。そういえば今回すごく攻略情報。言うべきこと。ねえシーユ。帰って帰っていい、帰っていいから。お前帰っていいよ別に。そんな心。は？ハリーからまさに問答無用でバッドエンドへ送られてしまったあなたへアドバイス。探偵なら探偵らしく、殺人鬼なら殺人鬼らしく、今まで辿ってきた道筋を振り返ってみましょう。いやね、一回さ、このゲームのトロフィーってな、どんなのがあるのかなっつってさ、ちょうどこの前見たんだよ。そしたらさ、なんか第1章は探偵ルート、第2章は殺人鬼ルート、第3章は探偵ルートみたいな感じだったんだよ。だから多分、そういうことでしょう。またやり続きやり直すの。じゃあもうカットカットのオンパレードでお送りする。でも第1章また1からやんの。どっか戻してくれないの。皆さんこんにちは。どこ LBC ラジオ。どこ。お昼のニュースをお伝えします。どこ。これまず本日のロンドン市内で行われ、本日はあの有名な殺人鬼正規の最悪とジャック・ザ・リッパーの公開処刑が市内の中央広場にて行われます。マジで言ってる、マジで言ってる。お前殺人探偵ジャック・ザ・リッパーっていうゲームマジで言ってる、マジで言ってる。セーブしてねえよお前。チャプター選べるっけこれ。あーオッケーオッケー。それがあるんだったらまあかろうじてだな。一応このゲームって俺みたいにちゃんとこう一回一回こうやって字幕見ながらさ、押して喋りながらってやったら結構時間かかるけど、なんていうの、ブワーって連打して飛ばせば大したことないから。じゃあお前、でも絶対あれじゃん。絶対そのさ、俺が選んでない方の選択肢にちゃんとストーリーあるじゃん。って考えたらさ、じゃん。じゃんやん。それじゃんやん。いやー、これまさかのシーズン2始まる？正直俺ここでやめてもいいかなと思ってたんだけど、ここでやめるの確かに他のゲームもやりたいから殺人探偵ジャック・ザ・リッパーもういいかなって正直思うとこもあるけど、どうしよう。やる？ちょっとやってみて考えるわ。ちょっと今からやるから、ちょっと今からやって考えてみるから、ごめん、ちょっとじゃあ、カットカットのオンパレードで飛ばしていくわ。じゃあ、バイバイ。まあ、とりあえず、今、トロフィーを確認したら、第1章、第2章が殺人鬼で、第3章、第4章が探偵だったんだよ。さあ、どうするよっていう。いやー、でもさ、このゲームのさ、性質上さ、殺人鬼で行った方が良くない？ダメかな？ちょっと待って、殺人鬼で行った方が、第1章、第2章やり直した方がいいのかな。でもこれあれかな、セーブデータ別になるのかな。じゃあまた1から。ってことはもう第1章からやんないと。ダメってことなのか。引き継がれてんのか、セーブデータってこれ。そんな1からじゃないよね。そんな1からなのかな、このゲームって。わかんねえな。第3章と第4章をさ、殺人鬼で終えられればさ、第5章がさ、
殺人鬼ルートになったりしないかな。じゃあでも第3章第4章殺人鬼行ってみるわ。じゃあちょっとごめん、父さんの意思とか言ってきたけど、まあ、そこはもうゲームクリアさせてくれないからさ、もうそれしゃあないわっていうどっちにもつかなくていいからさ、もうゲームエンド流してくれよ。なんでバッドエンドで終わらすの。どっちにもつかずでさ、じゃあもうテレレレーっつってさ、殺人探偵ジャック・ザ・ニッパーエンディングテーマ流して終わってくれよ。いいじゃんそれで。なんかモヤモヤしたなって、やりたい人は やりたいなって思うぐらいでいいじゃん。やりたくない人もやらないといけないじゃん、こんなんだったら。じゃあ第3章行ってくるわ。じゃあまた会いましょう。え、こんなんできんの。シャルセンダー機能を使用し、任意の書を真をいつでも参照することができます。これまであなたが進んだストーリーの道筋がラインとアイコンによって書かれてます。お、これ結構神ゲーの予感すんな。ストーリーの進行状況は自動的に更新され、2度目以降のプレイさんにも継続されます。自動的に更新され、はいはい。まだ選んだ5体選択肢も確認できます。ルート分岐の選択肢は通っているどちらかの道筋が光ります。え、まあ、選択肢ね、俺、俺まだ選択してないよ。バグった？あ、違う。ああ、進んでんだ。再開して進行し、選択肢を選んだ場合は、進行状態が上書きされますので、ご注意ください。あ、上書きされるんだったら、第3章と第4章殺人鬼で終わらせれば、全オール殺人鬼になるのかな？じゃあごめん、じゃあ、めんどくさいからそれでいくわ。いや、そっか、第1章探偵することもできんのか。まあただでも、このゲームの話すると、第3章、第4章っていうのは、まあ言ったら山場なわけじゃん。第1章、第2章はさ、なんかゲームの紹介みたいなとこあるからさ、なんだろうね。なんか動画上げてる身からしてさ、生意気にもさ、なんか、ゲーム側にちょっとさ、なんていうの？なんて言えばいいんだろうな。なんか敬意を払ってじゃないけどさ、なんかできるだけゲームの内容をさ、なんか、流さない方がいいのかなとか思っちゃうとさ、第1章第2章変えた方が、なんていうの第3章第4章の2つのルート見ちゃったらさ、もう結構あれじゃない？結構さ、あれじゃん、なんかもうこのゲームの本筋みたいなとこ見れるからさ、それだとちょっとあれだから、あれしようか。じゃあ第1章第2章探偵して、じゃあもう綺麗なアーサー君で終わるわ今回俺は。それでいくわ。じゃあ第1章からやっていきましょう。あなた方が言う強盗殺人事件の被害者は血まみれで倒れていたんですね。はい、というわけでねいや、このゲーム優秀なのがさ、丸長押してめちゃくちゃテキスト早くなるの。めちゃくちゃ助かった。もうそれだけで。あと、なんていうの、もう、一旦分岐踏んで、その後またシナリオ選択して別の分岐選んでって感じでも判定入ってて、いい感じに探偵ルート来たから、ちょっとやっていこうか。ただこれちょっとまだ探偵ルートまた選択肢来たんだよね。だから、これゲームオーバーかもしんないけど、とりあえず見てみようか。このペースでやったらめっちゃ時間かかるんだけど。報告を受けた警察官はすぐさまローズ家に急行するが。これゲームオーバーだな。なんてこと。ベルの自宅に広がったのは惨劇の後であった。これちょっと待って、ゲームオーバーじゃないこれ。ちょっと待って。はいはいはい。あ、これ多分ゲームオーバーだ。こっちがやり直しまーす。やり直します。これゲームオーバーです。もうこれベテランだからわかる。これゲームオーバーだ。多分。だった探偵っていうさ、選択肢選んでさ、強行突入ってどうなのと思っちゃうけどね。なんか。なんかさ。ダメだ。そうだよね。まあまあ、そうだよね。一緒じゃないでもこれ。大丈夫かな。お前、一体どうしたって言うんだい。まあ、ちょっと見てみようか。うるせえクソ。これ見た、これ見た、見た、見た、見た。うるせえな、音が。これ、こう飛ばせよ、これ。ガンガン。ガンガン飛ばせよ、これ。もういいよ。見たもんね、だって。見たから。これ殺すでしょ。もう殺すじゃん、こんなの。これちょっと待って、これ殺人ギルド入ってないこれ大丈夫？殺人ギルド入ってないかこれ。
一緒なんだけど、ルートが。なんかギュッて入ってない、これギュッて。気のせいが。あ、こっちに分岐したら多分まあ、おそらく大丈夫でしょう。あ、こっち、いや。どうなの？探偵として役割果たしてないからね。警察にお願いしたら。これでいいんじゃないか。まあ、これは見た、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 見た。アーサーと対面したからだよな、変わるとしたら。ローズさん、あ、ローズさん、ダリルさんとメリルさんは帰宅なさっていますか？ローズさん、あ、ちょっと違うんじゃないこれ。うん、遅かったみてえだな。こんなんあったっけ。ああ。あ、おそらくは父親ライローズの遺体であろう。そして動くな。これは見てない、これは見てないぞ。そこから一歩でも近づいてみる。うん、この女を殺す。まあそれお前の母ちゃんだぞ。お前、ダリルは母であるキャリー、キャロルローズを抱え込み、その首筋にナイフを突きつけた。でもこれさ、どうしよっかな。すまなかったね。うん、本当ごめんよ。とこれ第一章終わんないんじゃないか。でもこれ正直今回でだから、こういうゲームシステム知って、第一章触りだけやって、次回で第一章クリアして、あの改めて第5章をやるっていうとこかな。多分今回じゃ終わんないと思うから。ナイフを突きつけられてもなお動じることはなく、涙を流しながら囁くような声でキャロルは謝罪を口にする。うるさい、うん、今さら謝ったところで。あ、そうだ、あいつが出てくるんだった。ナイフを持っていないダリルの手が母親をアーサーへ向けて突き飛ばした。突き飛ばされたキャロルをアーサーが抱き止めると、彼女のオーダーの後に顔をしかめてそっと横たえた。ほら来た。ダメよお兄ちゃん。はあ、ダリル、メリル、メリルこれは昔すぎて感情移入できねえよ。アーサー、考察は後だ、野郎を止めるぞ。スッと終わるんじゃないこれ。お父さん、うん、ごめんなさい。あ、お母さんもごめん。うん、私が全部悪いの。ああ、私とお兄ちゃんが。まあまあ共同体だもんな。あっち、見たっけ懺悔の言葉と涙をこぼしながら、メリルは先ほどまで母親に向けていたナイフを自分に向けて握り直した。なんかあのメリルが泣いてるカットは覚えてんだよ。お兄ちゃん、うん、ごめんね、ごめんなさい。ここで救うんですか。バカ、やめろ、しよう。メリルはナイフを振り上げ、自らの下腹部に突き立てようとした。だがナイフの切っ先は寸前のところで止まり、彼女の下腹に食い込むことはなかった。あ、そんな、あ、見たっけ見たっけ。その表情が絶望に歪み、涙をこぼす目が閉じられる。そして再び開いた目は、目には凶暴な光が宿る。メリルの表情は一瞬のうちに凶悪なダリルへと変化していた。メリル、置いたはいけないな。おお。俺たち兄弟は仲良くしなきゃなあ。捕まえられんの？でもこう探偵ルートって、あっちのがゲームオーバーじゃないのかな。じゃあダリルはサトシにつぶやくと、今度はわなわなと震えながら絞り出すような声で叫んだ。まあ今回これでゲームオーバーになったとしても、そこで一旦動画切って次回やるわ。今まで一緒にやってきたじゃねえか、うん、なあ、お前まで、お前まで俺を邪魔者扱いするのかよ。本当だよな。俺はいらないってのかよ、メリル。あ、見た見た見た。でもこれこう、今回のアーサー探偵なんだけど殺人鬼じゃないんだけど、これルート変わってない、これ大丈夫か。適度に見ていくから、もうやり直したくないからさ、ちょっと、あ、まだ分岐来てないんだ。メリル、メリルじゃない。ここはいいや、ここ見たもん。え、こっで、お、そんなもの役に立つと思ってんのかよ。あ、でもちょっと違うか。ダリルは構わずナイフを突き出してくる。アーサーはコートにナイフが突き刺さるように構えた。ここだ。お、いいじゃん。アーサーはそのままナイフごとコートをダリルの腕に絡みつかせた。
体弱いぞ多分。完全に腕を塞がれたダリルは逃れようとするが、アーサーも逃すつもりはなかった。体格差を利用して彼の体を引き寄せる。お前、うわ、今のお前って刺されるんじゃないのじゃ。あれ、さらにダリルの体を掴み床に叩きつけた。組み伏せ腕をねじり上げ、そのまま暴れるダリルを抑え込む。離せ、離しやがれ。チェックしろ。あ、これ署に連行できんじゃないの。ダリル、ローズ、お前を傷害と殺人の現行犯で警察に引き渡す。警察いないけどな。くそってね、離せ。来るのかなあいつが。あ、あなたはあれ誰ですか。知らない。私もあなたが誰か知らない。え、何これ、なんだっけこれ、なんて言うんだ。のかかったようなまとまりのない思考、夢うつの空間、そこにはいつも背を向けて座る男がいた。あ、ダリルとメリルのその心の中の描写をするんだ。あなたの名前は何ですか。私の名前ですか。いや、まず先にあなたから直ってくださいよ。問いかけるも答えはない。夢の空間ではなぜか相手の顔を覗き込むことはできない。それどころか正面に回り込むことさえできないのだ。故に背中合わせに座り込み、その背に体重を預ける。男とは似たような背格好なのか、もたれかかればちょうどいい円倍になった。不可思議な夢はいつも相手の名前を確認できずに終わる。メリル、お前は俺が守ってやるよ。お、かわいい妹。お、その男は決まって夢の最後にそう告げるのだ。俺はお前の兄だからさ。ちょっとね、感動エピソード流すの、感動エピソードするにしたらちょっと時間がまずいんだけど大丈夫か。メリル・ローズ、彼女はしたらばたらきとして奉公に出た屋敷で問題を起こした。いや、問題を起こされたと言うべきか。奉公先の屋敷には有名な奉公、なんだ、とうでいいのかな、息子がいた。仕事もせず遊び歩き、女にうつつを抜かし、都合の悪いことは金や権力を使ってねじ曲げる。メリルもある時に息子に目をつけられ、何かと声をかけられたり贈り物を届けられたりしていた。まあ、可愛いもんな。そしてついに関係を迫られた。だが幸せな結末になどならないことは分かっていた。故にメリルは抗った。しかし断ったところで出した手を引っ込めるような相手ではなかった。あっ、無理やり手が上に慣れされそうになったところで、メリルの脳裏にある声が響いたのだ。メリル、お前は俺が守ってやるよ。あ、可愛い妹。脳裏に響いた声に戸惑ううちに、メリルの手は息子の指を握っていた。俺はお前の兄だからさ。これが初めての殺人なのか。指を握った一瞬の後、枯れ木が折れるような音が響き、メリルは、息子はもうさ、振りながら撃てよ、こんだけ出てくるんだったら、息子の指をあらぬ方向へねじ曲げていた。もう出すぎやって、固有名詞与えてやれよ。じゃあもうなんとかって名前つけてやれよ。もう悲鳴を上げたことで屋敷のみんなが集まり、彼女が反撃した現場が目撃されることになる。折れた指を押さえてわめき散らす息子に、乱れた衣服を直すこともせず震えるメリル。何が起きたのかは明白であった。しかし奉公先の家としては問題を大きくはしたくないのか、事実を隠蔽。メリルは不当に暴行を働いたとして解雇、実家へと追い返されることとなった。まあ、だから正当防衛だよな。この極つぶしめ、あ、なぜ戻ってきた。うわ、かわいそうやな。こうやって考えると、実家へ戻ってきた彼女を待ち構えていたのは慰めの言葉ではなく父親の罵声であった。まあでも本当のこと言えばさ、普通のお父さんだったら許してくれるんじゃないの。それだったらしゃあないなっつって。私は悪くないね。あの道楽息子が悪いのに、なぜそうやって短絡的に捉えるんだ。あ、まあ、大きな血筋の坊ちゃんのお手つきになるんだぞ。うまく取り計らってもらえればお前もいい生活を。まあ、そうだね、玉の輿じゃないもんね。無理よそんなの。
ブスだったんでしょ多分。なんか デブであれだったんじゃないの、なんかお前はスターみたいなやつだったんじゃないの、傲慢な、あんまかっこよくなかったんだろう。父親の語り夢物語のような身分違いの行為などありえない。中流階級の者に体を許しても身分違いの結婚など許されるわけもなく飽きられ相手にされなくなるのがオチだ。まあそうなるわな。そもそも特別な感情などなく、戯れに手を出そうとしただけであろう。故にメリルはライリーの妄想を一言で断じたのだ。お母さんも何か言ってよ。メリル、うん、あなたは耐えるべきだったのよ。まあでもこれは時代とかさ、家庭の状況によるよな、こういう判断は。正直さ、メリルは黙ったままの母キャロルへと助けを求めた。だが母から帰ってきたのは予想とは全く異なる言葉であった。なんで？そうだメリル、お前のために受け入れるべきだった。そうかな。女の幸せは結婚して家庭を持つことだよ。高校先で嫁のもらい手を見つけてもらえればと思って送り出したんだ。ああなるほどね。男は仕事をして家庭を守り、女は子供を育てて家庭を守る、それが世の常なんだよ母ちゃん。お前が暴力を働いたとして解雇され、次の奉公先への紹介状もないんだぞ。まあそっか、問題を起こしたとしてなんかブラックリストとしてさ、まあ業界に広まるからな。転職先を探す際に元の屋敷からの紹介状が必要な場合も多く、問題行動により解雇されたメリルの働き先は大きく制限されることになった。学も何もないお前がせめて幸せになればと考えていたのに。まあまあ一応思ってたんだね。それを棒に振り折って、目論見通りにならなかったことへの不満、望みが絶たれたことによる絶望、その殺がないマゼとなりライリーは憤っていた。キャロルもまた同意見なのか、メリルが望むような反論はなかった。メリル、お前が男だったなら。来た、ぼうそりとつぶやかれた父のその一言がメリルの胸に突き刺さる。一旦この回想終わったらやめるわ、ちょっと多分長くなるから。性別が女であること、自分でも、いや誰にもどうにもできないことで、なぜ生き方を決められなければならいけないのか。ひどいよ、ひどいな。ついには涙を流しメリルは崩れ落ちた。もし私が男だったら急に涙止まったね今。好きに生きられるのかな。涙止まったっていうか、まああれなんだろうな、心の中の顔なんだろうな。女ではなく男だったら、願望のために利用され自分を殺して生きていくのではなく、もっと自由に生きられるのではないか。だがそのメリルの考えは無双でしかない。なぜならメリルは女であり、男に生まれ変わることなど不可能であるからだ。でもどうしようもないのに。うずくまってさまざまと泣くメリルに対してライリーはなおも何事かをこぼしている。しかしその言葉は冷め切ったメリルの心には響かなかった。メリル大丈夫だ、お前は俺が守ってやるよ。父の言葉の代わりに脳裏に響くのは聞き慣れた男の声だった。あなたは誰？いつも目に現れた誰かの声、ずっと昔から知ってるようなどこか懐かしさを感じる声。俺はダリル、お前のたった一人の味方、兄だからな。お兄ちゃん？あ、現れた。まあてなわけでちょっと一旦切るかここで。ごめん、じゃあ次回ここの続きと、次回かな、ここの続きと、まあ第2章のやり直しやって、まあ第5章またやり直してっていう感じでやっていこうかなと思うわ。基本的にもう見たことあるところはもうガンガン飛ばすから、まあそこら辺よろしくお願いします。じゃあ朝した。